アイシャだけ曇ってないんかな。ちょっと待って。寒い。久しぶり。まあ確かに今起きた。楽しかったでございます。あの話題のもの最前列なんですか。すごいすごすぎる。とても楽しい旅行になりました。おはようございます。メールとかで写真がいけるんか分からんけど送ってみるね。写真が使えるんかちょっとよく分からんけどやってみる。楽しすぎました。旅行は一泊まあ二日だったんですけども、楽しすぎて多分今日から暇です。なんかあっても多分暇です。暇に感じそう。仕事を頑張ってファイティン。一泊二日ね、そうちょうどよかったでございます。本当は三泊ぐらいしたかったんやけどね。前の日から行って朝から行ってでもう一回泊まって2日目行ってでもう一回泊まって次の日に帰るみたいな3泊ぐらいしたかったけど、そうホテルが取れなかったらしいんだよね。
ようございます。ペンライトありがとう。でもちょうど良かったです。めっちゃまあ忙しいではあったけど、忙しいスケジュールって感じでしたけど、ありがとうございます。10月の一番楽しみ、オンライン話し会、嬉しい。追加のやつありがとうございます。もうね、あとは10月も1回、11月も1回、12月はオンラインと直接で2回やるけど、あと4回しかないので楽しみましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。土産話、もう土産話ほどなんないですけど、まあ言うてないですけど、でも夜、今日の夜の配信でも話しますね。ありがとうございます。バラハート、ありがとうございます。特感旅行特感旅行、今日で9ヶ月終わる。そのやばくね。そっか、ん、え、そっか、やばくね。いっぱいは歩いたよ。2万キロぐらい、あ、2万キロ、バカバカバカ、に、何、2万歩に行きそうなぐらい行ってはないけど、だから4万歩ぐらいですけど、2日で違う。だから10月、やば、今年もあと3ヶ月、やば、普通にやばい、やば。
今日は気分で前髪を切ってこようかな。公園もありますし、前髪を切ってこようかなみたいな、そんな感じです。神戸コレクションの日、すげえアトラクション並みやもん。すごい。ペライト、ありがとう。9月ね、9月はめっちゃ楽しかったわ。良い誕生日月になりました、9月。おはようございます。おはようございます。11月頭のゲバンとあれはマジで怖い、緊張。おはようございます。あ、はいほー、おはようございます。異人館から、まあ確かにね、割と近いけ行ってみようみたいな感じで下見の時歩いたけど、確かにね、結構ありました。まあその時はサラピとマネさんと喋りながら行ったけん、なんかまあそんな長く感じんかったけど、まあ結構あったね。みちゅーが食事にいたらメンバーいた話じゃない。私は昨日の夜まで広島にいなかった。のさ、隣のバナナのご指名入ったのは見ましたけど、インスタをピャンって見てたら道がいっぱい入ってて、うん、それは見た、嬉しい。連投今連投してるね。ではランキングを読みます。13位、
スチューデンツさん、中2秀次郎さん、中1あやさん、10位聖一郎さん、9位 DMFM さん、8位聖学、7位ひげのまささん、6位エスベイさん、5位ひでさん、4位ゆっちゃん、3位キズナックさん、2位ビッグエーブさん、1位はドルルルン、ケンヨンパチさんです。ありがとうございます。イエイ、ありがとうございます。ではまた、今日は夜は絶対に配信できるので、また夜に配信します。今日も頑張っていきましょう。10月最後、10月最後頑張ろう。バイバーイ。